どん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 、おい白鳥白鳥と言って、窓を叩きますね。じゃあそれを受けて声に聞き覚えがあった白鳥くんは大十字くんの携帯におもむろに電話をかけます。お、電話だ。はい、もしもし。あ、今何時だと。ね、夜中、0時わかった、今ちょっと、そこって言って明らかに切れてる感じでおります。あ、白鳥ちゃん、おせえよお前、はい来いよ。無言で腹パンします。ボン。ちょっと待って、じゃあパンチでロールしてください。よし。ロールすんだ。よし。50%、50%。7、成功。じゃあ 1D3? そうじゃない、拳だから。拳、じゃあ 1D3 振ってください。あ、俺回避だ、回避。回避振ります。もう冬打ち。冬打ち、じゃあダメじゃん。なんだよこれ。ちなみに今振って1でした。1、あ、じゃあ1のダメ。耐久値が、大十字くんは11から10になりました。はい。と言って、ブワーッつって、悶絶してます。腹パンされて。それで、ちょっと、何時だと思ってんだって何って、普通に聞きます。どうしたどうした何事もなかったようにね。いや、ちょっと肝試しに行かないかって誘いに来たんだけど。携帯って持ってる？いや持ってるけど、こういうのって直接来たいじゃん。今何時？0時ビンタします。もうやめてやめてって言ってます。オッケーオッケーオッケー。じゃ あこのグーで、うん、グーでこの振りかぶります。やめてよ。分かったからごめんって。あ、で何、肝試し？あ、そう、なんか俺最近ネット調べてたらさ、近所にそういう幽霊屋敷みたいなスポットあるらしくて、そこ行こうと思ってさ、夜中の方がいいと思って誘いに来たんだよ。おっと、まあいいよ、面白そうだしついてってやるよ。お、マジで、やった。じゃあちょっと家族いいの言わなくて。いいよいいよ、どうせ俺そんなあんま期待とかされてねえし。あ、そうなんだ。いいとこの坊ちゃんのくせに。腹パンします。やめてやめてやめて、振ります振ります。やめてください。進行が著しく遅いのでやめてください。何、二人で行くの？いや、あいつも草薙も誘おうぜ。あ、そうなの。うん、行こう行こう。じゃあ草薙の家に行こうぜつって、じゃあ、バイクを乗ってバイク出します。バイク、俺徒歩で来た、あ、俺チャリで来たことにしよう。じゃあ俺チャリで追いかけます。あ、タケちゃんの、白鳥はゲンチャに乗って、二輪車、中型二輪、中型二輪乗って、で、じゃあ10分ぐらいかな、草薙の家に着きました。で、僕は、勝手に侵入して、第十字は草薙の部屋の窓をどんどんどんと叩きます。僕は真面目な子なんで、僕は電話します。あ、止めずに、うん、じゃあ俺は窓を叩き続けてます。どん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 、なんだやっぱりお前かといった態度で顔を出します。うんうん、今あれだよ、電話鳴ってるよ。あ、そうか、うん、電話はバイブなので気づいてないです。じゃあ顔を出した草薙くんに、ごめんなそのバカがみたいな感じで押し、ちょっと草薙、これから肝試し行こうぜ。肝試し？ああ、面白そうじゃん。あ、乗るんだ。そういうキャラなんだ。いや、ちょうどさ、壊れたラジオの修理してたんだけどさ、なんか子供の頃から好きな、そういうのな。もうなんか、まっす退屈だったんでね。あ、分かった、倒せよ。壊れかけのレディオは置いといてさ、ちょっと年がバレる。行こうぜ。ああ、いいよ。いや、リアルタイムじゃねえよ。あ、そっか。よし、じゃあ現代ですからね。どこ行くの？ここから自転車で30分したぐらいのとこにさ、なんかネットで噂になってる洋館があって、それがなんか幽霊屋敷みたいになってるらしいんだ。ああ。あの洋館の話ってマジな話だったの？聞きます。マジだよマジ、いやだって俺前行ったんだよ、あったんだよって言って、以前行ったことをほのめかせますね。なに、その時は昼に行ったの？うん、見に行ったら実際に会ってさ、なんかやばい感じだったから俺一人じゃ怖くて。結局お前俺が巻き込んだだけじゃねえか。なんだそれ。いいか、行こうぜ早くよって言いますね。分かった、じゃあ場所だけ聞いて、先に草薙を、うん、後ろに乗っけてバイクで先行します。お前チャリで後から来いっつって。つって、じゃあ全力で追いかけますね。あ、またなんか、うん、持ち物とか持ってく？オッケー、じゃあ今草薙の家にいますので、なんか持ってきたいなら今言ってもらったらそれを持ってっていいよ。メリケンサック。そんなもん普段持ち歩いてんの？持ち歩いてるヤンキーなの。ヤンキーなの？
ヤンキーだもん。オーケー。簡単な工具みたいなものを持っていきたいです。あー、工具ね。オーケー。その機械修理が趣味なんで。あとお弁当、お弁当あ、お手製、俺お手製の弁当。そんな持ってきたの。料理好きですからね。あ、料理好きだもんね。じゃあ料理に成功してたら持ってたこと。あー、オーケー。 40% か、うん、成功したい。これは成功したい。あ、じゃあこれ成功したら美味しいお弁当で、失敗したらまずいお弁当でもいい。いいよ、面白そうだ。はい、45失敗成功、それは成功ですよ。じゃあまずいお弁当を持っていましたと。はい、あ、お弁当あるから食うって。大丈夫じゃん今もう出すの分かった。あ、ちなみにお弁当あるよって。あ、やった。え、ちょうど今払ってんの、食っていいの。いいよ。あ、じゃあ食べる食べるっつって、まずい飯を食って全部、白鳥に吐きかけます回避どうぞ回避ナンパ31 16成功成功しやがったくっそ、産地下げてやろうと思ったのによし、懐中電灯3つと、3つは、僕が持ってます。大十字。なるほど、準備してきてくれた。メリケンサックは持ってたことでいいです。ああ。それでカシムさんは。メリケンサックってなんか、うん、拳の時にプラスになるの ?1D3 とかでいいじゃん。プラス1。だから、1D6 になるのかな。あ、いや、やった。めっちゃ持ってきた。それは、ありがたい。拳が1D6になる。で、カシムさんは、まあ、工具を持ってったことでしょ。はい。だから、持ち物としては、懐中電灯3つと、メリケンサックと、あと、工具。はいはい、うん。という感じの装備でいきましょうか。はい。はい、で、30分。まあ、2人は20分ぐらい着いたのかな。まあ、俺ら場所知ってんのかって話だけど。まあまあ、伝えたってことで、スマホもあるから、世の中ね。で、第十字くんは、チャリで必死に30分かけて、目的地へとたどり着きました。はいはい。はい。2階建ての洋館で廃墟一歩手前といった印象ですね。さあ、どうしますか。館に対して目星触れますか。はい、いいですよ。僕も振ります。はい、初期値ですけど振ります。 25% 引いてけばいいねん。引くんですね。12% 引いた。あ、24成功。2人成功した。で、2人は、そうですね、1階の窓、2階建てなんですが、1階の窓は全て板が打ち付けられているということに気づきますかね。なるほど、はい、2階に窓はない。2階には窓ついてますけど、まあ、2階は板はついてないですね。なるほどなるほど。そこの窓だけが、あの、板つけられてて、なんか違和感を持ったってことですね、うん、そうだね。なんか、まあ、バッて見たら。なるほど。ちなみにその洋館の周りは家とかない、うん、ないね。割と途中から茂みとか山とか乗り越えてきた感じ。ああ、そういうなんか、ペイトのイリア城みたいな感じのね、そこまで奥深くはないし、それは視聴者に伝わったか怪しいけどそんな森の中というほど公害でもないではないけども、まあ周りに民家はない、住宅地とかはそんなない、うん、森とか山っぽい、通りもそんなない。そうだね。おお、雰囲気あるね。だろう、ここすげえ怖そうだろう。中見ようぜ。修三郎、お前行けよそうだな、言い出しっぺが先行くべきだな。いや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 、ここ俺だって、いや、な、行けよあのさ、うん、NPC 先行させんのやめてあ、 NPC ってあの盾ではないんですね。ないですね。あ、ないんですか。分かった、俺行くわ。とりあえずちょっと中入ってみようぜ。さすが柔道経験者は違うぜ。あ、もう何出てきても俺がバッタバッタと投げ倒してやるから。あ、頼りになる。マジででも幽霊出そうだから気をつけてね。ああ、じゃあとりあえずということで、のドアノブに手をかけます。はい、手をかけるとですね、正面の扉には鍵がついているが壊されていますね。鍵が壊されてる、うん、そして扉に触れた途端、はい、草薙は怪物が口を開き獲物を取り込もうとしているかのような錯覚を起こす。3チェックです。うーわー、やっちまった。じゃあ振ります。34成功です。はい、ではゼロですね。勝機はないです。じゃあ、どうした白鳥。あ、白鳥じゃない、草薙なんでもない、今の気のせいかって言って、このことはとりあえず2人には秘密にします。お、なるほど。どうしたんだよって言って、俺が今度握ります、うん、もうなんもない。握んだ。あ、なんもない、うん、なんもない。じゃあ普通に開けます。はい、じゃあ開きました。へい、なんで草薙ビビってんのかよ。へいって言ってる。何、どうしたどうした。いや、そんなことねえっす。じゃあ中入ろうぜっつって大樹寺入った途端に怖くなって黙ります
なんだよ、ジュータブロ、お前に見てんじゃん。って言ってじゃん。お前が手伝ったんだろ。OK。さあ、では、2人に、地図を送りますね。はい。スカイプに貼り付けます。はい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 。で、今、玄関から入ったと。うん。あからさまにちっちゃい部屋とでかい部屋あるんだよな。じゃあ、どうする？とりあえず一個ずつ回ってみるか？そうだな。なんか、噂によるとだな。ここの外国人は、ここで非業の死を遂げたらしい。外国人、うん、外国人が明治時代にこの家を建てたらしい。ネットの噂によるとね。うん、で、この空き家になった館に移り住んだ人間は、謎の失踪もしくは変死体として発見されると。まあそういう噂らしいんだね。っていうのはネットでわかるっていう。うん、ネットでわかったことを今説明しました。から、俺は怖いから二人が先に行ってくれと言います。何？ビビってんの？大丈夫？高校生にもなって、幽霊とかビビってんの？ビビってる、ビビってるから早く行ってくれ。あ、めんどくさくなった。て言います。仕方ねえなって言ってんじゃん、つなぎが。じゃあ、とりあえず近場の1の、あとは、これは扉があるんですよね。うん、そうだね。ドア書いてないけど、全部扉あります。扉に手をかけます。はい。